南三陸、気仙沼線、仙台気仙沼線は、宮城県仙台市と南三陸町、気仙沼市を、仙台東部道路、三陸沿岸道路経由で結ぶ高速バス路線。2018年5月31日までは、仙台南三陸線の路線名であったが、全便三陸道経由に統一され現在に至る。1日6往復。なお、宮城交通と、 宮古バスは、宮城県内関欠の高速バス及び山形線、上野山線を特急バスと称しているが、本路線は、例外で、高速バスとされている。2011年3月11日の東日本、大震災以前は、以下の経路で運行していた。路線遠隔利用状況を受け線沼市内を走る、路線バス設立当初受け持っていた路線は、 気仙沼市からの受託輸送で、運行車両には、通常の路線バス表記の乗り合いに対し、限定化しきりと表記されていた。当初宮城交通は、道路線の廃止を検討していたが、市側からの存続要望により、赤字額を市側が負担することで廃止を免れている。三崎線と三陸線は、被災地域地域間感染系統として、国、宮城県の補助を受ける。 2011年の東日本大震災により一部運行経路、初着地が変更されている。JR 東日本から受託、津屋営業所、佐沼営業所と共感。気仙沼市内観光巡回バス見どころ観光地、巡回バス、気仙沼市内循環バスの実証運行以下の路線と系統は乗り合いタクシーに移管された。 仙台気仙沼線東日本大震災における被災地支援として2011年4月には尼崎市交通局からノンステップバス5台が同年8月には明石市交通部からワンステップバス1台とツーステップバス2台が気仙沼市にそれぞれ譲渡されたこれらの車両は共に旧事業者の都職のまま都バスの路線バスとして運行されている ありがとうございます。